皆さん、こんにちは。ミャオマオでございます。今回は、毛利氏が平穏だった1530年代の中国情勢について語りたいと思います。享禄4年、1531年、天王寺合戦によって、細川高国が細川晴元に滅ぼされると、高国を後ろ盾にしていた将軍足利義晴は、政権基盤の弱体化を補うべく、西国の諸大名に上洛を呼びかけます。天文元年、1532年には、豊後の大友義明が、将軍への地層を大内氏に妨げられているとして、尼子市や秋武田市、伊予河野市や宇都宮市、能島村上氏に大内包囲網を呼びかけました。しかし尼子氏が大内氏を攻撃することはありませんでした。その頃尼子氏は何をしていたのでしょうか。尼子恒久は大永4年1524年に宝慶侵攻して勢力を東へ拡大していましたが、これに脅威を持った田島、稲葉、両国守護で、山名一門の総帥、山名助豊は、大永8年、1528年頃から、反尼子の騎士を鮮明にしました。そのような中、尼子氏の屋台骨を揺るがす、大事件が発生しました。恒久の三男で、縁屋氏を継いだ、縁屋沖久が反乱を起こしたのです。騒動は享禄3年1530年頃に始まり、木付の大社、国宗家、学園寺、三沢氏、駄菓子などを巻き込んで出雲に分する全面戦争の様相を見せました。大内氏はこの尼子氏の内紛には傍観を決め、矛先を九州に向けました。両者の間には和睦が結ばれていたとも言います。毛利元就と尼子昭久が二兄弟の契りを結んだのもこの頃です。大内氏の重臣杖沖久は毛利氏の重臣志地広義に宛てて、共倒れになってくれればいいのだけど、そううまくはいかないでしょうね、という内容の手紙を書いています。戦いの結果敗れた沖久は舅の山内氏を頼って豊後に逃れましたが、天文3年1534年追い詰められて自害しました。田氏は没落し、三沢氏、山内氏は当主交代を余儀なくされました。縁屋沖久の乱を鎮圧した尼子氏は、膿を出し切ったことで、かえって、出雲での権力基盤を強化し、恒久の嫡孫、昭久、後の晴久が前面に押し出て、新生、尼子氏を率いていきます。天文元年、1532年5月、備中北部、新見省の代官、新見国常が、すでに尼子氏に服属していて、宝器や出雲の軍勢とともに、美作家の有力国人、三浦氏の居城、勝山城の攻撃に取り掛かったことが、彼が、領主の京都当時に宛てた手紙から確認できます。また、天文5年、1536年末に、尼子家臣の亀井康綱が、近江の浅井助政に宛てた手紙で、備中、美作両国を平定したことを報告しています。天文6年1537年、尼子恒久が隠居し、昭久は正式に家督を継ぎました。昭久は同年11月播磨へ侵攻、翌天文7年1538年には守護赤松政村、後の春政を追い払って
播磨東藩国守護隊別所村春の居城三木城を包囲しました。穴子明久は上洛を目指していたとも言いますが、結果として彼の進撃はここまででした。天文8年1539年10月には赤松氏の要請を受けて備中に侵攻してきた阿波守護細川持孝の軍勢を破っています。一方、大内氏は肥前で勢力を回復しつつあった小児氏と立て縄手の戦いなどの戦いを繰り返し、天文3年1534年には豊前豊後の国境地帯瀬場ヶ原で大友氏と激突しました。この戦いの結果は両者痛み分けでした。天文5年1536年9月に小児氏を滅ぼして当初の目的を果たした大内氏は、天文7年1538年3月秋月で会談を開き、大友氏と和議を結びました。大内氏と小児氏の戦いについては龍造寺高信第1話もご覧ください。その頃、東方で勢力拡大を果たした穴子明久の手は秋にも伸びてきていました。佐藤金山城の武田光和のほか、小倉山城の吉川興津、高山城の沼田小早川正平、そして頭崎城の平賀沖定が穴子方に続き、秋に再び戦運が漂い始めていました。本日の話はここまでです。シャーケー、最後にお願いです。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。登録者が1000人に達しないと私大変なことになってしまうんですよ。